親権が片方どちらかに、渡ってしまう、単独親権という形になっております。それが今日本と、今分かる範囲でいうと世界ではと北朝鮮、そこだけです。あとはほとんど共同親権という国になっております。なぜじゃあ日本はじゃあ共同親権じゃないのかっていうと、もう悪しき習慣で、百何十年前からの家制度から来ております。そこに対して今まだ日本は、悪しき習慣の単独親権というものを採用しております。ですが皆さんご存知だと思いますけども、2月10日、今年の2月の10日にですね、現在の、上川法務大臣が、法制審議会に諮問をしていただきました。その上で今、どういう法律になるか分かりませんが、今共同親権共同養育という形で、法律を今作っている最中でございます。今議法レベルだと思いますが、それから閣法になって、ようやく法律になっていく最中になっていると思います。まあ皆さんちょっと難しいなという思いがあるかもしれませんけども、私もわからなかったです。正直子供、まあ皆さんわからないとは思いますが、ある日突然、私の場合は2018年の11月の21日、水曜日でした。その日家に帰った途端に、家がもぬけの殻でした。じゃあ何が起きたのかなと思いましたら、子供と母を妻ですね、妻が、子供を連れ去って、別居というか、まあ、連れ去ったわけですね。でその後からいろんなその調停やらなんやかんやで始まって今に至ってるっていう状態です。今現在2年半経っております。2年半経っておりますが、実の子供に私、子供の名前は翔太と言います。中田翔の翔に田んぼの田と言います。子供にまだ4回しか会っておりません。4回ですよ、2年半で4回。どう思いますか、4回って。全然でその1回に対しても1時間とか2時間とかというレベルですから、1日に達してないわけですよ、4回って言っても。そういう状態が私2年半経っているんですが、その間に子供に4回しか会っておりません。男の子です。ちょうど9歳の男の子です。名前は翔太と言います。そういう状態が今ここにいらっしゃる皆さん、チラシを配っている皆さんが皆、まあ、状況とか状態とかっていうのはそれぞれ違うかもしれませんが、同じような状態で子供に会えない状態がずっと続いている別居親の皆さんです。で皆さんが今一生懸命チラシを配っておりますので、チラシを受け取っていただきたいと思います。現在の状況がこういう状況で、あ、日本がこういう状況なんだということが分かるように書いてあるチラシです。皆さん、なんか、あ、自分には関係ないな、あ、なんか私には別に結婚してないから関係ないや、あ、私は別に今、夫婦生活がなんか仲がいいから別にそんなのは関係ないというのは、やめていただきたいなと思います。それはなぜかというと、私もそう思っていたからです。そう思っていて、ある日突然そういうことが起きたからです。だから皆さん知っておくのは全然いいと思うんです。それがなるかならないかは別としても、あ、日本はこういう状態なんだなとか、あ、こういうことが起きるんだなということは知っておくことは大事なことだと思います。知っておくことによっていろんな対処方法も出てくると思います。私も知らないから、全然知らないから、もうその時からずっとしばらくパニクった状態でした。何もわからないからです。まあ今2年半も経ってますから、多少なりとも皆さん、ここにいらっしゃる皆さんのご協力のもと、いろんなことを教えてもらって、皆さんからお知恵を拝借して
何度かここで皆さんと一緒に活動させていただいております。もう私一人では何もできなかったと思います。ここにいる皆さんのおかげで私も一生懸命こういった活動をさせていただいております。そこは感謝しております。ですが私たちなぜじゃあこのように声を出していってるかというと、声に出さないとじゃあ日本のここにいらっしゃる皆さん、さっきの方警察の方もいらっしゃいましたが、じゃあ日本はこのままでいいのかな、あこういう、こう何も発してなくてこのままでいいのかなという状態が良くないから私たちは声に出して、声こういうことが起きている、こういうことがあるんだということを声に出して、ここは違うんだ、ここはおかしいんだということを大きな声で話させていただいております。皆さんゴールデンウィークの中、このような大きな声で言わせていただいて大変申し訳ございません。ですが私たちも必死なんです。必死の中でこういう活動をさせていただいております。ご理解の方をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私たちも一生懸命これからもずっと今日秋葉原でやっておりますが、これからもどんどん活動をさせていただいております。私も自分のできる範囲で活動していきたいと思います。今日は私神奈川の横浜から来ましたけども、秋葉原もすごい近未来なところで綺麗なところで、私もしばらく来たことなかったのですが、びっくりしております。ですが本当に秋葉原にいらっしゃる、ここに来ていらっしゃる皆さんにこういうチラシ受け取っていただいて、あこういうことが起きてるんだ、あ日本はこういうことになってるんだなということを知ってほしいんです。知っておいてほしいんです。知っておくことによってそれがもし起こらないかもしれないけど、起きた時にあこういうことがあったな、あなんかうるさいことを秋葉原で言ってたけども、こういうことが、あこれを言ってたんだなということを知っておいておくことによって、未然に防ぐこととか準備だとか心の準備とかそういうこともできると思います。今、先ほども話したように現在は日本は離婚後単独親権になっておりますが、先ほども話したように、2月の10日、法制審議会で、法制審議会に諮問されて上川法務大臣が諮問していただきました。それによって今日本が単独親権になっているものを離婚後共同親権という形に今、法律が議法レベルから閣法レベルに進んでおります。これがまあ半年後1年後、1年半後になるか分かりませんが、ですが、これはここにいらっしゃる皆さん、お子さんの皆さんも聞いてほしいんです。これから日本を背負って立つのはここにいらっしゃるお子さん、高校生とか大学生皆さんだと思うんです。私たち大人は、それをサポートしていく立場だと思います。もうこのような悪しき習慣を早く脱していただいて、離婚後単独親権から離婚後共同親権という形に変えていく活動をさせていただいております。皆さんご存知だと思いますが、日本は、どこの他の国はそういうことはないと思うんですが、日本は協議離婚率が9割です。まあ協議離婚っていうのは何ぞやっていうのになってると思いますけども、紙ですね、離婚届という紙の、紙を、書いて、役所に提出して離婚をすると。でその中にはなんか多少最近なんか内容がちょっと書く内容が少し変わったと聞いておりますが、そこにものすごく詳しく、例えばアメリカだとかそういうところみたいに養育計画書みたいなのを出すわけじゃなく、どちらがじゃあ例えば面会交流は決めましたかとかいうような簡単な内容でしか離婚届には書いておりません。そういった簡単な内容だけで離婚しちゃっていいんでしょうか。その後子供はどうなるんでしょうか。だからそういうことをなくすために、離婚を単独親権から離婚を
共同親権に変えていこう。で、共同親権、じゃあそれは例えば親同士の争いだとか親同士の離婚とかいうのは親同士の問題であって、子供には全く関係のないことなんです。関係ないですよね。皆さんどう思います？関係あるんですか？離婚って、離婚は子供関係ありますか？関係ないですよね。うん、関係ないんですよ。離婚は子供には関係ないんです。だけどなんか関係あるような感じでなんかなっちゃってますけども、関係ないんですよ。そこはちゃんとはっきりと頭に置いておいてほしいなと思います。子供は子供です。大人は大人、夫婦は夫婦、別人格なんですよね。だけどなんか知んないけども、なんかこう巻き込まれてね、離婚してしまって、さっき、お話があったように、兄弟が別れちゃって、お互いの兄弟が会えなくなってしまうとか、全くの親子断絶になってしまうだとか、そういうことが起きてしまってるんです。それはなぜかというと、離婚後単独親権だからです。親権が渡って片方の親権がない方がもう赤の他人になっちゃうからです。だから親子断絶になっちゃうんですね。わかりますよね、皆さん。だって、まあ、そこには例えば養育費だとか、そういうのはお支払い、振り込み、養育費の、養育費を払うという、義務が出てきますけども、それはあくまでも義務であって、面会交流、まあ、親子交流ですね、あの子供と会うという交流に関しては義務でも何でもないんですよ、残念ながら。だけどそういうこともなくしていこう。離婚を共同親権にしたら、こういうことも親権がお互いにあるわけだから、子供を産んだ以上を成人になるまで一緒に養育していこうということをしていくために、離婚を単独親権から離婚を共同親権に変えていきましょうということが今動いております。2月の10日ご存知だと思いますが、先ほども言いましたように上川法務大臣が、法制審議会に諮問していただきました。今家族法研究会、家族法は今始まっております。今議法レベルです。今議法レベルから今閣法に、進んでおります。まあ、これが1年後もしくは2年後になるかどうか分かりません。だけど近々そういう法律ができると思います。ですが私たちここでなぜじゃあ待っていればいいじゃないということじゃなくて、皆さんここにいらっしゃる民意の方、世論の方にこの共同親権というものを知ってもらって、周知させていただきたいという、周知させたいという気持ちから、このような周知活動をさせていただいております。皆さんがこの、共同親権、離婚後共同親権ということに対して味方になっていただいて、この法律を少しでも一日でも早く押し出していくために、この周知活動をさせていただいております。皆さんが幸せになって、皆さんが、笑顔になって、子供も笑顔になっていくためには、離婚後単独親権から離婚後共同親権の方が私は絶対いいと思いますし、皆さんどう思いますか？離婚後単独親権でこのままでいいと思います？私は思わない。私は話してる立場の人間だからそんなこと言うとあれかもしれませんけど、私は思わないんですよね。だって両親なんでしょ、血がつながってるわけじゃないですか、子供は。お父さんにもお母さんにも。だったら別に単独親権にする必要性がないですよね。じゃあ離婚して、例えばじゃあ、何かこう決め事だとか何だとかっていろいろあるかもしれませんけど、それはじゃあ、大人同士で話していっていけばいいわけであって、子供を巻き込まないで、子供の笑顔をずっと絶やさずにするために、大人同士がちゃんと話し合って決めていければいいことなんです。ちょっとの間だけ子供のために我慢すればいいじゃないですか。それは子供のためなんですから。私たちは子供ファーストで皆さんに話させていただいています。子供ファーストですよ、子供ファースト。
子どものために私たちは活動させていただいております。決して私たちのエゴだとか何だとかということじゃなくて、子どものために離婚を単独親権から離婚を共同親権に変えていこうという活動をさせていただいております。皆さんにはここに来ていただいた、秋葉原に来ていただいた皆さんには、この、現在今日本が離婚を単独親権から離婚を共同親権に今動いているという、その活動が動いているということを知っておいてほしいです。でもうじきその離婚を共同親権になった時には、その暁には子供と一緒に、どこか出かけたりとか、どこかに遊びに行ったりとか、で例えばですよ、まあ離婚、まあ残念ながら離婚してしまった場合、例えば平日はお母さんが、お子さんの、世話をする、じゃあ土日は例えばお父さんが仕事を休みだから、じゃあどっか土日どこかで出かけるとか、そういうことできますよね。共同養育できますよね。共同で養育ができますよね。そういうことをやっていこうということなんです。でそれはお互いに親権があるからできることなんですよ。お互いに親権があるということは、そこに責任が伴うからできるんですね。だけどそこに親権が伴わないで、全くもう親権がない、ただじゃあ養育費を払うだけになってしまうとどうなります？もう別にいいやっていう風になっちゃう人もいるかもしれない。そういけないですよ、いけないですけども、なっちゃう人ももしかしたらいるかもしれないじゃないですか。そうじゃなくて、子供を産んだ以上は成人になるまで一緒に共同で養育する、共同で、一緒に、育てていく、そういうことをやっていこう。そのためには離婚を単独親権から離婚を共同親権に変えていって、子供のために、子供ファーストのためにやっていこう、そうしていこうという活動を、このように毎週、まあ、今週はあのゴールデンウィークですから、このようにあの休日の時間使わさせていただいて活動させていただいております。毎週、土曜日ですか、まあ、日曜日もやるときもありますけども、週末このような活動をいろいろと都内させていただいております。皆さんにはあのせっかくここに秋葉原に来ていただいた以上は、この今現在日本が単独親権であるということを知っていてほしい。で今その単独親権から共同親権に変わっていく、行動が今動いているんだということを知っておいてほしいんです。知らないより知っていた方がいいですよね、うん、だから知っていてほしいんです。知っておくことによって皆さんの心持ちだとか準備だとかということができますよね。しておいたことによって子供にも迷惑をかけないし、子供にも辛い思いをさせないということが出てくるわけなんです。だから皆さん、ここにいらっしゃる皆さん、秋葉原に来ていただいた皆さん、ぜひとも、来ていただいた以上は、日本が今現在離婚後単独親権ということになっていると、で今これから離婚後共同親権に変わっていく行動が動いているということを、皆さんここにいる世論の方、皆さん民意の方に知っておいていただいて、味方になっていただきたいんです。私たちの味方になっていただいて、この今現在動いている、法律を今作ってますけど、その法律を1日でも早く押し出して、世の中に、出していただいて、子どものために、この離婚を共同親権というものを、出していただきたいなと思っております。それには、皆さんの、ご協力が必要となります。もうじき、遅くともこの秋には衆議院選挙があります。この共同親権の話も出てくると思います。この共同親権に対して公約だとか、掲げている党に、ぜひとも投票していただいて、皆さんの民意、世論の力によって押し出していただきたいなと思っております。そのために私たちは一日たりとも活動を続けていきたいと思っております。そのためには皆さんのご協力が必要となります。ご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私の方からは以上です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今ですね、チラシ、配っておりますので、少しでいいんで、ぜひ手に取って、読んでみてください。私たちが、言っているのは、離婚した後、別居中に、にも、そういうことでなく、子供たちが、自由に離れて暮らす親に会えるようになれば、それだけで、いいんです。難しい法律の話、私もよく分かりません。子供たちが離れて暮らすお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに、自由に会えるようになるんだったら、それだけで、十分なんです。しかしですね、今の、日本では離婚するとお父さんとお母さん、どちらかにしか、親権が得られないので、離婚争いに、子どもたちが多く巻き込まれてしまっております。年間にすると、21万人以上です。そのうち、15万人以上の子どもたちが、離れて暮らすお父さんお母さんに、自由に会えなくなってしまっています。お父さんとお母さんに、自由に会えなくなっているのだから、おじいちゃんとおばあちゃんにも会うことが、できなくなってしまっております。私たち、私の子供、3歳です。おじいちゃんとおばあちゃんに会わせてあげることができません。子供からしてみたら、大好きなお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんを、失ってしまいます。日本が使っている、法律では、お父さんかお母さん、どちらかにしか親権が得られないので、どちらかが戸籍上赤の他人となってしまいます。自分の子供なのに、血がつながった子供なのに赤の他人と、なってしまうのが、今の日本です。その影響により、養育費問題、お金払っていないお父さんお母さんたくさんいます。2割から3割以上のお父さんお母さんが、子どもたちにお金を払っていない養育費問題、こちらの方が、2、3割、程度しか、支払い率がありません。それもですね、今日本だと、離婚すると戸籍上赤の他人となるのだから、もう自分の子供じゃないから関係ない、お金払わない、新しいパートナーがいるからもういいや、新しいパートナーと子供を作るからもうそっちの方が僕私嬉しいから楽しいから幸せだから前の子供もう強いらない、そんなことが、起きてしまっているのが、今の日本でございます。そういうようなですね、子供からしてみたら、大好きなお父さんお母さんが、離婚する際、親権争い、してしまい、夫婦仲、もちろん悪いです。悪くなった中、よりもっと深く、悪くなってしまいます。それは、親権争いが日本が、しているから、子どもの意見を、聞かず子どもの声を聞かず、お父さんお母さん、身勝手な理由から、子どもたちが多く、引き離されてしまっているのが、今の日本です。子どもたちがですね、大好きなお父さんお母さんに、自由に、満足に会えるようになるためにも、今の法律から、世界が使っているスタンダードの法律へと、法改正するのが、必須条件であります。今上川法務大臣が、そのような動きを、今年からしております。国が、やっと思い越しを上げてくれました。今のままだと、子供にからしてみたら児童虐待です。秋葉原駅にいる、皆様、マイクを聞いて、チラシを聞いた、これも何かの縁で、ございます。ぜひ今子供たちが毎日のように苦しんでいる、児童虐待に遭っている、大好きなお父さんお母さんに会えない、おじいちゃんおばあちゃんに会えない、こんな苦しい思いをしている、
子どもたちを救ってあげれるのは、ここにいる秋葉原駅を利用している、皆様の力が。続けさせていただきます、私たちは、別居中や、離婚後、子どもたちが、会いたいと言っても、満足に会ってあげられない、親たちが集まり、このような、マイクしたり、ビラを配っております、ぜひチラシの方を受け取って読んでみてください、子どもたちがお父さんお母さんに会いたいよ、どうしたら会ってくれるの、お家行きたいよ、お家帰りたいよ、そんなことを、言ってくれているのにもかかわらず、どうにかしてあげることも、できない、そのようなお父さんとお母さんが集まって、マイク持ったり、チラシを配っております、ぜひ、秋葉原駅にいる皆様、協力してください。今3組に1組が、離婚する、日本の社会であります。そのうちの21万人以上の、子どもたちが夫婦の身勝手な離婚問題に、巻き込まれて、15万人以上の子どもたちが、会いたいのに会えない、お家行きたいのに行けない、そのような子どもたちが年間に15万人以上います、なぜこのような子どもたちが被害に遭っているのか、と言いますと、日本が、離婚すると親権争いが勃発します。お父さんお母さんどちらかにしか親権が得られません、皆様も、このことは、知っていると思います、日本って離婚したらお父さんお母さんどっちかだよねって、そのぐらい皆さんも、知っていると思います、僕もそうでした、しかしですね、世界は、全くもって違いました。世界は子供のことだけを考えておりました。それに、私たち、気づいてしまいました。なぜ世界が、子供たちのことを考えているのか、それが、手っ取り早く分かる方法、今チラシ配っております、チラシの中にはですね、日本と世界の、離婚後、親権問題の、差が、表にして書かれております、読んでみてください。皆様の、周りの知人友人の中にも、このようなご家庭が、いると思います、このように、もしくは育った方もいるかと思います、私たちはですね大人の意見ではなく、子どもたちがこうしてほしい、離れて暮らすお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに会いたいんだ会わせてくれよ、その思いを、聞いて、マイクしてチラシを配っております。今日秋葉原駅で、このようなマイクしておりますけども、今日本全国で、私たちのように活動している、お父さんお母さん、たくさんおります、もちろん未成年の子どもたちも一緒になって活動してくれております。今日はですね九州の福岡でも、仲間たちが、このような活動をしてくれております。ゴールデンウィーク、休みの中、お父さんお母さん、子どもたちのために、子どもたちの未来のために、活動しております、なので皆さん、このような光景をですね、どこか違う地域で見たことある方もいるかと思います、また今日この秋葉原駅にいる皆さん、コアラの格好した、人が、喋っているなって、思っているのかもしれません。その時ですね、ぜひ、この今配っているチラシのこと、マイクで喋っていることを、少しでいいんです、思い出してみてください。また今週の5月7日 NHK さんより、夕方の7時半より19時半より、この子どもの問題について、特集されます、夕方、7時半、5月7日7時半
面会交流といいまして、